バブル期に開発されたあるニュータウン都市部からは遠く離れているものの夢がありました関西のカレーザとか歌いもんもありましたよね当時開発から40年今では手放したいね全く意味ないねここに新しく移り住む人も出てきましたがそこには大きなハードルが今何が起きているのか追跡 大阪の JR 茨城駅から車で進むこと40分結構細いですね溝に落ちないか心配なんですけどもあ、なんとか、なんとか行けそうですちょっとこれ、いや車の行く手を阻むようなところを越えて 山道をさらに進むと見えてきたのがその名も茨城大ニュータウン1980年代バブル時代に開発され多くの人が夢のマイホームを手にしましたしかし今阪急バスが銭原まで来るら。 ああ以前から日本あったんだけど今三本しかない以前に言ってね減ってきてる減ってきてるノルストラもん車なかったら生活できない、ね、最盛期はおよそ700人いた住民も今は300人ほどしか住んでおらず平均年齢は70歳と高齢化が進んでいます。昔からあった商店も潰れ病院も学校もありません。 この状況から、限界集落なぜ都市部からここまで離れた場所にニュータウンが存在しているのでしょうか手に入れたのは開発された当時のパンフレット「茨城大ニュータウン」の大きな文字がありますそして夢のある歌い文句も。 しかしよく見ると所在地は小さい文字で「京都府亀岡市」と書かれていますあとであれちょっと違うなとで実際に住民用とかね戸籍流れすると亀岡市になってたんでその辺のところは最初はその茨城大っていう言葉にえー、まあだま騙されたとは思えませんけど。<laughs> 一見大阪府茨城市にあるかのように歌われた場所売り出されたのは600区画に上りました値段は土地だけで1,000万円以上しましたがほぼ完売したそうです市街地からは離れているものの当時はモノレールがここまで伸びるという話もあり人気があったということです土地を買ってからね半年ぐらい経ったらね 土地売ってくれという話がね、三倍ぐらいで買うからと、まさにバブルです。最初は投資っていうことで考えとった。<laughs> しかし夢の計画は実現しないままバブル崩壊。開発業者が倒産すると思わぬ事態に。広地の土地の近くのところにね業者が勝手に作ったから、だから水道と道路がみんな自治会かその業者がみんな設定したわけですよ。 だから道路がへこんでもねこれ自治会がやらないから業者が道路や井戸などのインフラを整備していたため住民が管理することになり今も井戸を利用して水を供給しています去年には崖が崩れ自治会はブルーシートを敷いて対応していますこれ以上人口が減ると インフラの維持すらままならないのが現実です一方で空き家の中にはまだ資産価値があるものもコロナ禍でリモートワークが普及している今そこに需要を見出し販売する不動産業者もいます 状態といたしましては、結構ね、雨漏りとかもしてるので、あれなんですけども、空き家でもう長く放置されていて、まあ売り主様がちょっと売りたいっていう風な形で、あのご相談いただいて、あの預からしていただいた物件でございます。198万円で出させてていいたた。だいておりまます。バブル当時と比べ価値は激減しました 10倍であったりとか、まあ15倍ぐらい高い価格であの買われている方が、まあ実際に売ってみてこの価格ですって言われて、すごく値段の乖離がある売り主様が多いと思います。大体の方がえーって言われます。おはようございます。になります。ありがうございます。よろしくお願いします。安いからこそ、新しく物件を購入した人も。 8年前に113万円でこの土地と家を買った増沢太さんですリモートワークや趣味の筋トレを楽しむため別荘として使っています新築の時はおよそ2,600万円だったそうですがここまで安くなったのには訳が、はい、ち,ょちょっと置いてみますね。これすすすすすごいいいかりやすいんででよよきますよね僕触ってないですようわ どんどん早くなってきますよ、ど僕ほど、まあ、これがダメな理由ですね家が少し傾いているため安く買うことができたのですのお買い得でした <laughs> その人次第だと思うんですよ本当にもうリモートになった今となっては逆にここが会議室になりますからゲームするもよしネットで遊ぶもよしね 車さえあればそう問題ないとあ環境はいい空気がきれ鳥のサイズはいい住んでみるとねものすごいいいとこいっぱいあるんですよただ課題が物件を買うにも土地の所有者が分からず連絡が取れないことがあるのです。 所有者が亡くなった後誰が相続しているかわからないケースが多いということです十件当たってここともう一件しかつながらなくて不動産屋さんにお問い合わせしてもあの物件も売りとは書いてある看板が立ってるけど電話そもそもつながらないとかで一定の需要はありますが資産価値に見切りをつけているのか放置され草木が生い茂った区画も多く見られます どんな人が所有者なのか、取材を進めていくと土地の所有者が見つかりました。田中さんは6年前に亡くなった父親から土地を相続しました。私が小学校の頃になんかそういうあの親父ら歳定年したらなんかここに住もうかみたいな話で勝ったんちゃうかな。あのやっぱり政治されてるから。 きれいしああ広いとこやなっていう印象はあったねこれここの坂これはすごいね久しぶりに来たけどすごいねこんなとこ住まれへんね購入してから42年いつしか様子を見に来ることもなくなりあこれここです かつての面影はなく雑木林になっていましたそこには不動産業者の売り看板が13年前には見たことはなかったということです何やろうねこれ一体別にここにだから頼んだこともないしあの建てさせてもらっていいよあのいいですか聞いたこともないからね インターネットにも広告が出ていました売り値は土地だけで400万円坪単価にして6万6,800円看板の業者に話を聞きに行くと。 7年ぐらい前やと言ってたねその7年前はうちの親父も寝たきりやからまずうちの親父は契約してたともともとの会社から今変わってるから全くちょっと我々はわからないご迷惑じゃ看板抜きましょうか言うたんであのいやもうその人なよその予想代わりちゃんと売ってくれんねやったら売ってと納得ができへんかってもまあそれ以上追及もできへんかないったんちゃうかな価格は売り主の意向で設定しているとのことです この土地は本当に坪単価66,800円の値打ちがあるのでしょうか。地元の不動産業者に田中さんの土地を見てもらうと、なかなか例えば資材置き場であったりとか、まああの畑ができるようなフラットな土地で、まあ上限1万円までだと僕は考えております。で、まあこういうあの雑草地というかあの森林 したになると、厳密には言えないんですが、まあ、土地さんが六点六万円。の壺ではないとは思います。坪単価はないとは思いますね。すごく、あの、この相場とも乖離してますし。相場と売り出し価格が釣り合わないことで。そのまま時間だけが過ぎていく区画が多いのが現状です。それでも、茨城大ニュータウンには、去年。 新しく2世帯が移り住んできましたこの町での暮らしは続きます <music>